在学中、全く違った自分だけのオリジナルの車を作り上げた。その車をロータスと名付け、これが数々の輝かしい伝統を誇るロータスの始まりとなった。やがて彼は市販車を改造し、自らレースに参戦した。F1 サーカススペシャル。他のどの433から435枠目。フォーミュラーの世界へもたらした。ハロー。彼なき後もチームロータス。はい、パイセンさん、ヨシベイさん、シューマンゴークさん、トバさん、黒金さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。サンジさん、おはようございます。キャンサーだー。リグザさん、ありがとうございます。ワールドチャンピオンシップ。Welcome to F1 Circus World! ヨシベイさん、ゴドルフィンさん、ありがとうございます。タカさん、おはようございます。CDF1CIR03! ハロー、ラクサード。日本の国籍を持ち、ティム・ウィリアムスのグレーデッドライバーであるラックス・サードさんは今季が7年目です。チームメイトのナイジェル・マンチャンさんとは同じチームでもライバル同士ミータですね。ライバル同士になってる、おかしい。スズさん、おはようございます。来季はマクラーレンと契約してます。いつの間に？違う違う違う。先週優勝を、譲り合うくらい仲がいいんですから。現在までの完走率は 83.48% です。彼のことをみんなはこう呼ぶわ。世界のラックスサードって。見たよ。World Championship in Brazil. ブラゼル。おかしい。チームメイト、フレンドリーにしないとね、いつの間にかライバルになってる、おかしいね。今日えらい鼻声ですね。なんか鼻声になっちゃったね、なんだろう。どっかでうつされたか、今日スーパー行った時に朝。それが今日の朝。おはようございます。なんかおかしいことあったっけ。アラン・プロスさん、おはようございます。あ、布団かけてなかったからかな。朝晩の寒暖差ありますからね。ありますからね。あずきちゃんが布団の上に寝てるから、でも私布団の端ギリギリになってるんですよね。今日の降水確率は 50%。 ブラジル 50% でしたっけ。 12.5。 キャーサラーブラゼルブラゼル。さあ、ブラジルといえばもうね、皆さんご存知、日系人がね、多いんで、非常に日系人が多いんで、猫布団できたらいいんですけど、先にね、寝てるから、布団の上に私が寝る前にね、なかなか遠慮して私が端の方で起こさないように入って。布団から結局はみ出ちゃうみたいな。あ、寒かったのかな。水が、これが、なんかどんどん、おっと、おうな。で、寝るまでに、私が寝るまでにクロンちゃんが昨日はこたまと最後まで遊んでて、なかなか部屋入ってこないから、でちょうどこっちがうつらうつらして、ね、寝かかった頃にガタガタガタ入れるにゃって入って入れて、はい、帰ってくるし、はい、おはようございます。子供は昨日なんかじゃあ夜中遊んでましたからね、子供とクロンちゃんが。キャンサード。さあ、もうしかしワールドチャンピオンは決めてるんで気楽ですね、残りのね。
戦いは。ただサードはもちろん手は抜きません。優勝しなくてもチャンピオンだからいいやっていうね、そんな手抜きの走りは絶対にしない。これがサード。はい、ゲストさんおはようです。あ、しまった。ウェイウェイイエーイ。さあ予選です。ブラジル、ブラ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 ジル。さあブラジルはサードの母国と言ってもいい？いや母国の割にはちょっと1回しか勝ってませんね。まだ1回しか勝ってない。意外ですね母国ね。ポール2リタイアもある。予選は結構早いんですよね。どうだ、それアンチスレの一人が言ってるだけですね、もうね。一人だけいて言って、恥ずかしくないのって言ってましたね。サードファンがね。キャンサーださあ、ブラジルグランプリ予選初日、大本命サードが出てきました。キャーサードキャーサードというのぶとい声。キャーサードちょっと黄色が濁ったような声。キャーサードちょっと年寄りの声。いろんな声が聞こえます。キャーサードサードという声も聞こえます。さあアタックラップに入る。40秒チャンス。どこかで聞いたこともあるような声が。40秒チャンス。あなたは劇団員ですか。違います、劇団員ではありません。そこに関心が持たそうな声。あなたは劇団員ですか。違うわ、桜じゃないです。はい、ありがとうございました。32、33、34、35、36。イエス。32、33、34、35、36、2秒25、2個。イエス。うわー、滑った。ドリフトだった。間に合わないと思ったら、どこで踏んだら滑っちゃう後ろが。F1 グランプリイブラジル。はい、なずきさん、キャロさん、おはようです。さあナンバーワン、当然の権利のように
ポールポジションに堂々と座るラックサード。このタイムだともう2日目は走らないでいい、そんな感じですね。さあ日本人ドライバー見ていきましょう。青森さん7位、素晴らしい順位。右京さんは、右京さんいませんね。右京さん出走なし。はい、ゴンベイさんおはようです。どやどや、予選初日を制したのはラックサード選手でした。明日の予選も頑張ってください。すごくドヤってましたね。ドヤ顔でしたね。もう2日目はもう走らないでいいなっていう感じですね。マンちゃんもまだ走ってない。マンちゃんキャだなー。アレゾー選手が2位。あーっと、マンちゃんが35秒台、同僚のマンちゃんが35秒台。2日目を走らないといけない。勝田俊樹さん、あれです。さあマンちゃんに対抗するために、え、まさかキャンバオ20人、キャンバー20、キャンバー20なんだって、え、嘘キャンバー20にしたわよ。キャンバー20、キャンバー20、キャーキャンバー、ちょっとあれ見な、キャンバも走る、優れものぞとキャンバ走る。さあ35秒台が出たんで、さあ35秒台前半を出さないといけない。さあバックキャンバでサンバ、キャンバでサンバ、サンバサンバで街中走る、まあ、ブラジルといえばサンバですからね。ブラジルサンバ、街中サンバ、キャンバ31、32、33、35、キャン35、マンちゃんどうだったかな、35秒、いくつだったかわからないが、とりあえず35秒台。このラップは36秒、キャーマツケンキャンバてしまった。ここのフルアクセルでいけるかと思ったらいけなかったな。キャー、2回目のレッドはあれだったかな。あ、まあヒューガードでね、出荷本数少なかったんでしょうね。
92で9月ですからね。うわ、マンチャニャン、0.03、及ばず。予選サード2位になりました。連続2位、2年連続予選2位。最近関心は1万円超えでびっくりです。わお、92枚あと実名っていうのもあるのかな。まあただ92はね、やっぱりベストラップが残らないバグがあるんでね、そこがちょっと。初日あんなにどやってたのに。おはようございます。猫じゃらしさん、おはようです。ここはしかしマンちゃん、同僚のマンちゃんなんでね、そこまでまあ本気出さなくていいかっていう感じだったんですかね。さあフルテ、ブラジルなんでイリュージョニスカですかね。ブラジルということでね、やっぱサンバイコールイリュージョン。アンチスレでもドヤ顔返してくれよってアオルカツコミが。笑。 Hey Sad Mr. Sadインタビュー OK! My name is Waika Chan, Kuji Television. Yes. OK, you are Brazil Grand Prix 8-3 win to retire 6. Wow! Only one times win. Do you think so? Brazil, you are Nigahand? Oh no Nigahand.No, you, oh, doya face, you are doya face, cancel, oh, you are practice number two, you, manchan, pole position, manchan, doya face, do you think so? No, manchan is teammate, a good friend, and good friend, manchan, a pole position, congratulations, Frank, William, driver, great, okay.3 years ago, my pole position, 2 times pole position, and Mancha is pole position, 1 time pole position, okay? はい、バーストさんはいかがです。 So, okay, thank you very much. Bitter hand? Okay, bitter hand? あ、よくわかりましたね。苦手が、ニガハンドだったんですね。はい。はい、ブラジルは1回しか勝ってないんで、苦手としてるんじゃないかいと聞いたところですね。いや、そんなことはないよと。予選の順位も非常にいいしね。そんな苦手にはしてないと。たまたま1回しか勝ってないだけだと言ってました。ただ、この予選の順位も今回2位、2年連続2位で、マンちゃんに負けてるんだけどと聞いたところですね。いや、マンちゃんとは同僚でね、仲もいいんで、まあ今回はマンちゃんがね、取ってくれて、うん、いいんじゃないかなと。二人ともね、お互いを高め合っていく、存在で、フレンドリーな関係を保っているんで、予選の順位が2位なのは別に気にしてないと。予選で初日でドヤ顔してましたかと聞いたところですね。それはまあ予選初日ポールだったんで、ドヤ顔するし、マンちゃんも、ドヤ顔するであろうと言ってましたね。まあお互いがドヤ顔で、仲がいいんだと言ってました。はい、バビントン様です。マンちゃん見せつけるかのごとくどやってましたけど。マンちゃん見せつけた ?You look to look at me, look at マンちゃん ?No, look at マンちゃん。見せつけてはないと言ってましたね。さあ行きましょう。タイヤ変えた。キャンパーも戻した。ブラジルグランプリ。さあ、ブラジル、あーっと、ちょっと出遅れた。ちょっとサード出遅れました。しかし、この出遅れを回復に、すぐに取り返す。ちょっとね、今日、鼻声気味なんで、ちょっと、朝寒かったのが、ちょっと、原因不明ですけど。さあ、おっと、マクラーレンという、マクラーレンファンの声。キャーだなー、5組の汚い声。なんて言ってたらいいで、失礼ね。すいません。
27歳 OL、早く読んで、はい、ありがとうございます。35歳の男性の方、ブラジルでマンちゃんとワンツーみたい、ありがとうございます。95歳の女性の方、ブラジルでマンちゃんとワンツーみたいは、はい、ありがとうございます。さあマンちゃんとワンツーなるか、前に行くのはアレジ、マンちゃん、さあアレジをロックオン、アレジロックオン、オッケー、さあマンちゃんとワンツーワンツー、マンちゃんオッケー、マンちゃんオッケー、あーマンちゃん、マンちゃん激しくスピン、マンちゃんどうしたんでしょう、マンちゃんちょっとエンジントラブルでしょうかね、なんかスピンしましたね、ブレーキを踏み間違えたのか、アクセルとブレーキを踏み間違えたのか、ここでちょっとマンちゃんスピン、マンちゃんスピン、マンちゃんスピン、マンちゃん大丈夫ですか、はい、マンちゃんね、なんか怒ってますね、怒ってる怒ってる、誰に怒ってるんですか、いや怒ってます、とにかく怒ってる。さあ2番手はそれでベルが上がってきましたね、マクラレン勢が当たってきました、マンちゃん得意きました、マンちゃんちょっと6位以下に、ね、交代ですね、あーちょっと食いじるめんみたい、何がありましたか、マンちゃん怒られた、マンちゃんにラリアと食らいました、え、なんでって36 36 36、 OK OK、 先週はねマンちゃんに譲ろうとしてセナモン抜かれるというね大ハプニングがありましたけども、まあただここはブラジルはねサードの母国も同様なんでね、マンちゃんあのサードに勝たせてほしいと言ってましたね、で、あーちょっと、ドラジャーン、10歳の集中の少年、早く読んで読みました、12歳の、少年、私は少年です、はい、あれです。15歳の中学生男子、私は男子です、はい、あれです。16歳の、女子高生、私は女子の高校生です、はい、あれです。18歳の受験生、私は受験生、頑張ってます、はい、あれです。20歳の、大学生、僕は入学しました、はい、ありがとうございました。いろんな方からサードへの応援ファックスが届いております。さあ2番手3番手はベルガー、セナ変わらずマクラレン勢が、あーとマルティニーズタイヤ、何がありました、マンちゃんにライディアブ食らいました、え、なんですって。さあ12番手、あ12番手やね、残り12周、トップは変わらず、さあ2位とは4秒差、独走態勢、あマンちゃん上がってきた、怒りのマンちゃん6番手、マンちゃん何に勝ってるか分かりますか、何かに勝ってますね、とにかく顔が真っ赤です、顔真っ赤でヘルメット越しで分かるんです、まあ、ヘルメット越しですけど分かりますね、なんか蒸気が上がってますヘルメットから、あそうですか、はい、37秒23、残り11周、後ろ3番さらに広がって5秒87、 あなたは笹岡慎二さんですか、どうも笹岡慎二です、榎本家族です、あともう一人、あ、ローキです、3人揃っていつものメンバーです、はい、ありがとうございました、いつものメンバー、キャー旦那ー、よろしさん、バカとは言ってませんよ、バカって言いました、言ってません、このラップは37秒23、残り10周、後ろで6秒57、どんどん広がるさ、そろそろ周回遅れが出てきそうなんで、ベストラップを更新するならこの周がベスト、ベストラップを更新したい、出るかベストラップ、あれきり、あきゃーだなー、だんだん何がありました、マンちゃんに当てられました、あセナモン、セナモンですか、マンちゃんが猛威を振るってます、マッチャー2位に、2位に来ました、8秒差、いやー母国ブラジルで、ね、サードの次に人気あるセナでしたけども、ここで無念のリタイア、いやセナファンは悲鳴を上げています、セナ大丈夫ですか、大丈夫です、
元気ですね。ただヘルメット今叩き抜けてね、悔しがってますね。ピーマンちゃんって言ってます。ピーマンちゃんですか。ピーは何ですか。ファックって言ってます。あ、そうですか。はい、ピーって放送禁止だからのピーにしたんですけども、あ、すいません、中身来ちゃったらダメじゃないですか。さあ、アグリさんが6番手来ました。オッケー、周回遅れがそろそろ出てくる。このラップは36秒72、ベストラップじゃない。あ、アグリさんリタイア。アグリさん何ですか。電気系統がね、電気系統がパークしたか。電気系統2位とはもう9秒74。 B の見ないわね、27歳はいる。まあそこの急コーナーでしょうね、ブラジルの魔の レッドコーナー。あそこで油断するとすぐにリタイア。36秒92、ベストラブならず、残り6周。リードも11秒差、中間くるパス、 OK、軽やかに。さあ、アルボレートが6位入ってます。アグリさんの敵を打つべくアルボレートが6位。さあ、後ろはマンチャン、ベルガー、ジョニー・ハバーズ、シューマッハと続いては35秒出るか。36、23、ここでベストラップ、残り5周でベストラップ、やりました。さあ、あとコースレコードの更新。コースレコードは何秒だ、500ちゃん。コースレコードは何秒でしょう。あ、わかりません。出走前に出ましたよ。あ、それ見てなかったです。あ、それは実況さんのミスですね。はい、さあ、何秒だ、ここは35秒台出ない。36秒16、ベストラップ。独走態勢、残り、2位とは14秒ジャス。収穫が来る。危ない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 、コラーコラーというコラーという、危なかった。ミカハッキネの激励、あれ誰が激励したんですか。誰ですかね。サードは大声出しませんから。あと、ミカハッキネ飛んだ、ミカハッキネリタイア。ミカハッキネ誰にやられたんですか。今ちょっとサードと接触があったように見えますけども、サードはクリーンオーバーテイクですからね。何があったんでしょう、何かがあったんでしょうか。かまいたちでも現れたんでしょうか。かまいたちですかね、真空状態のね、はい、かまいたちが現れたんでしょう。かまいたちでミカハッキネリタイア。残り2周、あー、ベルガーリタイア、リタイア、雨やられ。15秒差、マンちゃんとも15秒差。さあ、どんどん独走。さあ、ファイナルラップに突入する。 This is ファイナルラップ、ここでベストラップ。36秒01、36秒01。さあ、ファイナルラップでベストラップ更新なるか。コースレコードも更新なるか。凄まじい速さ、鬼神のごとき速さ。さあ、速い速い速い、34秒5秒でフィニッシュ。最後
ベースランプ35秒62。さあ、こうすることになったんでしょうか。どうでしょう。パチパチパチ。ありがとうございます。セカンドトゥウィン。え、パチパチパチチ。ありがとうございます。さらくサードぶっちぎりのトップ、2位のマンちゃんは不満顔の1の1ナンバーワン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 。ラックスサード選手ウィナーです。彼の素晴らしい走りにスタッフ全員そして観客が大きな声援を送っています。素晴らしい走り。あ、ベストラップ更新ならずジュニアがマクラーレン時代に出した35秒28 6-2 では2位ですね。コースレコード記録更新ならず。ぶっちぎりのポイント110ポイント、すさまじい強さ。2位に59ポイント差もつけるという前代未聞の大差。フィラーリから誘いが来たが、私はすでにマクレーセンと契約をしているので断った。ちょっとマイケルさん何先週私と契約した、あ、そうだったわね、契約してたわ、あ、忘れてた、もうあまりの速さでもう一回契約したくなっちゃった。ヒロルがさすが来たが、社内の連絡が、わら、社内の連絡おかしいですね。さあ次の開催地 UFA と移動を開始した。壁に囲まれた市街地サーキットは死角が多くドライバー泣かせだ。不気味大福さんがあれです。さあ今年もあと参戦 USA。 社内の何も自分がスカウトして契約の場に一緒にいなかったのかって話ですよ。わら、因縁のうさ。さあ因縁の USA、 まだここは勝ったことがありません。アメリカの人にぜひ優勝を見せたいと心の底から思っているというサード。はいはいはい、 F1 グランプリ in USA。 上がった大門さんはです。もうぶっちぎりでしたね。さすがのサードといった貫禄勝ちですよね。もうブラジルはもう母国と公言してはばかりませんでしたから、その通りになりました。また USA で勝つのみ、 USA で絶対勝たなければいけないんだと、勝たなければいけない理由があると言っていました。サード勝たなければいけない理由とは何でしょう。一度も勝ったことがないからですね。あ、そうなんですか。はい、ここは一度も勝ってないというね、伝説のコース。サードの力をもってしても勝てないのか、ここで勝つドライバーはいないのかと言われてます。難関コース、
のアンチスレではマンちゃん撃墜してしれっと勝ってるの貧粛者だよねと。いやいやいや、マンちゃんはあの撃墜された記憶はないと。あれはマンちゃんサードに怒ってたんじゃないかと言われましたけど、サードじゃないと、自分に怒ってたんだと。自分があのプレッシャーに負けてミスをしてしまった、そこに腹が立ったんだと言ってましたね。自分に厳しい男マンちゃんでした。はい、自分のミスだったと言ってましたね。素直に認めました。一方セナはね、母国で勝てなかった、今年も母国で勝てなかったことにね、怒りの表情ですね。マンちゃんに焦られたんだとしきりに言ってました。マンちゃんとの構想がね激化する構えですね。右京さん出ましたね。右京さん久々にいましたね。キャサド USA USA サード in USA キャサド USA。 USA USA さあ、タクラップ、キャサドUSA USA さあ、6秒F1 グランプリ in USA36秒21。イエス、はい、ワッチさんおはようです。さあ、ラックサード、サイン会の時間だ。あ、旦那が1位よ、私の旦那が1位よ、旦那が1位。初日の予選は終了しました。暫定ポールはジャン・アレゾー選手に決定しました。アレゾー、キャダンナー、ここは得意ねー。神田正輝さん、ありがとうございます。旅サラダ卒業したんで、来られましたね。どうも神田正輝です。あ、神田さん、旅サラダ卒業したんで来たんですね。どうも神田正輝です。旅サラダを卒業したんで、サードを見にこれでリアルタイムに来れます。あ、よかった。誰を応援してますか。だから今サード応援してるって言いましたよね。あ、そうでしたね。はい、わらわら。さあ、マンちゃんが上回った。さあ、 USA、 勝ってない USA ですけども、私が来たんで勝つでしょう。あ、神田さんが来たんでね。はい、キャンバー20にする気ですね。キャンバー20、キャンバー20、
なんだって。なんだって？わあ、キャンプ入場！わお！キャンプ入場！キャンプ20！キャンプ20！キャンプ20！カンバー 20! キャンバー 35秒こんばんは。乗り切った乗り切った。ドッグキュー。キャンバース35秒15完璧だ。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン。どうや。さあナンバーワン。どうや。あ、右京さん、よしよし。いや、ラックサードの本気を見ましたね、USA。ドヤ顔無駄にならなかった。さあ、USA ポール、 USA 4年ぶり 2度目のポール。さあ、ワンツー、マンちゃんとアグリさんも9位。アグリさん調子いいですね、予選はね。さっきも予選7番手でしたし。さあ、18周の長丁場、 USA の A ということで、アウトモビルスター。サード、グッモーニング。ワイカちゃんどうぞ。インタビュー、オッケー、オッケー、オッケー。You USA、first race thirteen、thirteen、オッケー。Second race retire、wow。Third race thirteen、wow、thirteen。Fourth race retire、wow。Fifth race retire、wow。You are one, two, three, four,
5 race, no win! Retire or 13? Retire or 13? Wow! Do you think so? Oh, US Grand Prix? But, practice pole position. Pole position is... you are second race pole to retire. You pole to retire. Past pole to retire. Do you think so? No, pole to retire in machine in machine footwork pole position, best preference, electric trouble footwork, okay? But this year Williams is very good machine, Renault Buiten, a bari legend. Oh yes, pole position, let's go. First win, okay?はい、ありがとうございました。Thank you very much. USA グランプリは、なんと過去13位がリタイア。リタイア3回、13位2回ということで、13位かリタイアしかないんですね。これを聞いたところですね。いや、そんなことはない。予選の順位はいいんだと。ただね、今年もポールポジション取ってる。ただ、過去にポールポジションからリタイアしてることがあるじゃないかと、そこを、突っ込んだんですけれども、そしたら、あの時はフットワークで、電気系統がちょっとまずかった。電気系統のせいでリタイアしてしまったんだと。電気系統が悪かったんだけども、今年はウィリアムズ、バッチリだと。マシン調子バッチリだということでね。今年はポールトゥウィン、できると、力強く言ってました。はい。それでは、USA グランプリ初勝利なるか。アグリさんのような、アグリさんもちろん電気系統でね、トラブルがありました。さあ行きましょう。USA グランプリ。決勝、レッツゴー。さあ、いい出だし。キャダンナー。さあ、旦那を来るところ、しっかりブロック。さあ、ここは刺さりやすいコース。刺さらないでー。日本語で刺さらないでーという声ですね。あーっと、ワンちゃんリタイアー。ワンちゃん刺さった。ワンちゃんがコンクリートの厚いキスを刺さってしまった。受けてしまった。オッケー。マンちゃん何がありましたか。マンちゃん壁に刺さりました。はい、さあもうあと18周17周か。あーこらー、あーエンジンブローベルガーこらー。わーパチパチパチ。赤赤。芸術的すぎる、わらわら。あ、ベルガーにかまほられて、これはちょっとウィリアムズ猛攻撃ですね。マンちゃんサード、マンちゃんもね、ベルガーにやられたんだと言ってましたね。マンちゃんサードがちょっと両方ともベルガーに撃墜されているということで、ウィリアムズでマクラーに厳重抗議だと。まあ、ワールドチャンピオン、コンストラクトチャンピオンは取ってるからいいようなものの、これはね、ベルガーの、ね、アグレッシブというか、撃墜する走りにね、これ、猛攻撃ですね、マナー違反だと。後ろから当ててね、相手をリタイアにするなんと。うわぁ。一時は最高1位まで上がるって、2周目だけどね。体験と。
たったの2週で USA グランプリ夢と消えた。赤旗も上がらず。ベテテコから来ましたが、次はメヒコへと向かった。空気が薄くとてもバンピーなコースだ。それからここの水には注意しなければならない。さあ、成人と言われてますからね、日頃の行いはもうバッチリですよ。キャーさん、シャ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 、聖なる人ですね。さあ、メヒコはラックスウォーター、みんなラックスウォーターで潤ってる。潤いのラックスウォーター。リアルもメキシコですか。キャー、私たちのリアル。オーケー、あ、別に注意しなくちゃ、注意しなくてもいいです。The practice. The first practice. なんか風がどんどんひどくなってきましたね、徐々に。風になってきた、ちょっとやばいね、薬飲んじゃうね、給食前に。この状態なら治りますね、まだね。この時にまだだったら大丈夫。どうなの？この時なら治ります。これ以上ひどくなったらもうダメ。ね、さあ、体を変えて。ラックスウイルスが
誰かのウイルスが、誰かのウイルス、キャサノー。さあもうメキシコはラックスタコスの聖地ですからね、まさに第二の母国。まさに第二の母国。さあ、タックラップ、キャータック、私にアタックして、私にも、俺にもアタックしてくれ。私にもください、僕にもちょうだい。さあ38秒56、あっと、ちょっと当たってしまった。いやー、もう大声援、もう大人気ですね、スタードは。どこ行っても。38秒、キャー、あー、うわー、これ痛い。まあ、しかし、あ、ギリギリですね、ベルガーと0コマ013、あとマンちゃんが抜かした、マンちゃんがドヤ顔。そう、マンちゃん37秒18。36秒出したいところ。セナも及ばず。さあ、サードが何をする気なんだ、何をする気なんだ。キャンバー20にした、あ、キャンバー20、ワオ、キャンバー20、ワイアンビリバボー、キャンバー20、キャンバー20だって。わお、キャンバー needs you、 I believe キャンバー20、キャンバー、キャンバー20、キャンバー20、
ケキャンパニー中。さあ、タクラップ。キャンパニー中。38秒。ああと、ここはちょっと。キャンパーニーズ。キャンパーニーズ。4周目。キャンパニー中、7秒64。まだまだいける。キャンパパワー、あーノーパワー。うわー、終わったか。これもう一個締めじゃないっけ。うわぁ、パワー。あぁ、あなたは中山さんですか。どうも中山です、パワー。はい、ありがとうございました。はい、一郎さんでした。さあ、予選3番手。さあ、昨年度は予選5番手から優勝、はい、まあ、ということで、優勝回3回ですね。3回。 かつてはポール2リタイアもあるコース。 どこでリタイアしたのかちょっと分かりませんけども。さあ、17周の長丁場フェルテ。最近レースゲームやってないけど集中力保つの。これはね、本当にね、サード宝さん、特にモナコとかね、難しいところだと本当ね、集中力が大変ですよね。あ、ちょうど演技いいですね。サードで3番、非常に演技がいい。キャー、演技がいいわよ。サークルトリー、サークルトリーグッズ、サークルトリーグッズ、演技がいいと。サークルトリーグッズ、周回遅れの処理でやられるリスク高いですから。サークルトリーグッドという声。 Hey、サードインタビュー OK? OK。 Hey, you your body 大丈夫、 your body USA retire body be careful no USA oh USA no win wow USA no win retire you Your body is 大丈夫？大丈夫、OK、No problem, no problem。メキシコ、ラックスタコス、OK、Do you eat ラックスタコス？ OK、but USA Grand Prix、Yo, USA Grand Prix question is not question, OK? USA no question。
Mexico question. Okay. Oh, oh, Mexico Grand Prix is USA の last place play. USA の近く、Mexico and 故郷 Espore USA. You are retired. Wow, retired. Okay. Oh, sorry. No retire. Oh, Mexico, you are capable. Okay. No, sir. No question. Okay. Why can't no question? Okay. Oh, yes. はい。まずね、先ほどの USA グランプリでリタイアしたんで、ちょっと体の方は大丈夫かと聞いたところですね。大丈夫だと。もう USA のことは聞くんじゃないと言われました。ただ USA のことが心配だったんで、USA のファンに一言、聞いたところですね。リタイアして申し訳ないと言ってました。はい。さらにね、メキシコですけども、メキシコのことについて聞いてくれと言われたんで、メキシコではやっぱりね、メキシコの国境ですね、アメリカとの国境ですから、メキシコとの移民問題、とかありますけども、USA のことは大丈夫なのかと、改めてもう一回聞いたところですね、そんなことはもういいから、とにかくメキシコのことを聞いてくれと言われました。はい。はい、以上です。さあ。しつこい、わら。ワイカちゃんの中身のない質問コーナーが終わったところで、チェックOK。メキシコグランプリ決勝。中身のない笑。メキシコグランプリ決勝、レッツゴー。さあ、ポールのワンちゃん、アレジを追いかけ、さあ、ベルガーがさあ、先ほど、ダーティードライブを使ったベルガーを抜いた。さあ、は、ビューティフルドライブ。オッケー。クリーンオーバーテイク。クリーン。オッケー、クリーン。クリーンオーバーテイク。あ、マッチョ、あ、マッチョ、クリーンオーバーテイク。あ、おい、ぶつかるかと思いましたけども、そこはさすがサード、スッとかわしましたね、マンちゃんをスッとかわしました。マンちゃんもいつ抜かれたんだいって言ってましたね。おお、サードいつ抜いたんだい、ワオ、サードクリーンオーバーテイク。さあ、27歳いる USA ファックスになかったわよ。はい、ありがとうございます。32歳いる、USA 早すぎてファックス読んでもらえなかったんだけど、はい、ありがとうございます。41歳の女性の方、 USA ファックスコーナーかわいそう。はい、ありがとうございます。10歳の集中の少年、 USA じゃファックスなんか送るなんてアホだよ。はい、ありがとうございます。29歳の男性の方、ファックス。はい、ありがとうございます。35歳の男性の方、ファックスコーナーなかったよ USA。 はい、ありがとうございます。メキシコで USA の分まで読んで、はい、ありがとうございます。72歳の男性の方、USA グランプリ楽しみです。 USA でリタイアしないで走ってください。ありがとうございます。35歳の男性の方、 USA グランプリでサードが優勝するの見たい。はい、ありがとうございます。20歳の男性の方、 USA グランプリ、とにかくね、初勝利目指してますということです。はい、これは USA の、そしてメキシコ、USA の敵をメキシコで取って、はい、ありがとうございます。ベルガ許さん、はい、ありがとうございます。59歳の男性の方、ベルガ許さん、はい、ありがとうございます。73歳の男性の方、 USA の敵をメキシコで取って、はい、ありがとうございます。メキシコグランプリ万歳、はい、ありがとうございます。いろんな方からが、USA の、ね、結果に相当不満でした。18歳の、男子高校生、なんで赤旗あげないの、なんで上がらないんだ、はい、あれです。赤旗、まあ、2台じゃ上がりませんね。はい、それから75歳の男性の方、赤あげてくれてもいいじゃないか、私は赤ふんどし、はい、あれです。ふんどしは赤ですけども、まあ旗は上がりませんね。はい、USA もっとリタイアして赤旗上がって、モナコはあんなに上げたのになんでアメリカは上げないの。まあ他にリタイアがなかったんで、赤旗がね上がらなかったんですね。はい、すぐ上がるときあるじゃない。あと見るか、天罰、天罰という誰かの声で、誰の声ですか今の。わかりません、ちょっと観客に乗りましたね、ちょっといません。はい、95歳のベルガーファン、なんで今の天罰ってベルガーは何したって言うじゃん。はい、ありがとうございます。35歳の男性の方、ベルガーさっきサードやってきたわよ。25歳の女性の方、ベルガーはいつもサードにやられてるわよ、それのそれをイーブンよ。はい、ありがとうございます。18歳の、女子高生、サードやってないわよ、クリーンよいつも。21歳の男性の方、ベルガーサードにやられたぞ。はい、ありがとうございます。
58歳男性方、やられてるならマンちゃんだろ。はい、あれです。75歳の、女性の方、ベルガーは全然関係ない。はい、あれです。49歳の、女性の方、ベルガーかわいそう。はい、あれです。11歳の、女性、私はサード応援します。はい、あれです。いろんな方からね、応援ファックスが届いております。さあ、その感じメキシコグランプリは残り12周、ファックスでなんかね、本当ツイッターみたいなね、X みたいな言い争いになってました。すごいレスポンスのいいファックスですね。レッツゴー。82独走態勢、ショータイム。さあ、サードのショータイム、もうサード独壇場、サードショーが始まった。メキシコでサードコンサートだ。まさにサードのモーターショー。サード止められない。ダンジャージベストラップを更新。後ろだ、もう3秒差。マンちゃんもびっくり、同じエンジン積んでると思えないぞと言ってましたね。ワオと。予選ポールポジション取れなかったのはわざとじゃないのかっていうぐらいの強い。あ、あなたは笹錦浩平さんですか。どうも笹錦浩平です。米不足は解消されましたが、もう米はね、もう潤ってます。新米がね、もう並んでますんでね、美味しいお米食べてください。はい、ありがとうございました。笹錦浩平さんでした。どうも。米高いんですが、はい、米安くなりませんか。もう少ししたら安くもうなりますんでね。はい、あんまり高いとね、私らの、困りますんで。はい、どうも。笹錦浩平、誰なんですか。笹錦浩平はあの農家の人みたいです。はい、ありがとうございました。米農家、さあアグリを抜いて周回遅れを軽やかにパス。 OK、残りは中、軽やか、軽やかにパス。こらーこらーという監督の声。 OK、 何のこらだったんでしょう。まあ周回遅れが邪魔した人になったんで、おそらくサードのファンでしょうね。はい、オッケー。残り何周、前はロータスか。ロータスが来ました。かつておーっと、ほらーこのフィジカルの強さ、ミカハッキでリタイア、ミカハッキで吹っ飛んだ。吹っ飛んだでいいんですか。吹っ飛んでたね今ね。こらウキョー、こらウキョーという、ファンの声。フィジカルの強さ、周回遅れに、おはやっぱここはね、周回遅れの違いですよね、やはりね。このさあ、このウィリアムのマシンのフィジカルの強さ。さあ残り6周、ハキで悔しがってますね。まあ、やはりね、ロータスももう少しボディをね、強化しないといけないなと言ってましたね。レッツゴー。
イスボディ。私の方がいいボディを27歳 OL。 はい、ありがとうございました。チャンス38秒。あなたは、ウィンクさんですか。どうも、ラツンクです。サッチンです。パッチンです。はい、ありがとうございました。パッチンショコちゃんです。はい、チャンス。おっと、今のモディアか。モディアじゃない。モディアは今4位にいた。ゴスッと当たる。まあね、ウィリアムのマシン全然平気ですね。はい、どこも壊れてません。ああ、頑丈ですね。はい、フィジカル強いです。もう2位とは8秒84、独走。あ、こらあ、普通だろ。わらわら、ああ天罰、さすがのフィジカル、嘘だろ。サイン会の時間だ、わらわら、嘘だろ。あー、今一瞬フィジカル負けですね、わら。うわー、周回遅れ来た時に犠牲フライなんか打つから、チキショーチキショーめーチキショーめーという誰かの声。犠牲フライ、わらわら。ちょっとサードが車載テレビをよそ見しましたね。負傷してましたよ、マンちゃんニコニコですね。車載テレビにを見てしまった、一瞬目を切っちゃったね。メカニックたちの必死の作業、マシンが壊れるために彼らは今日も徹夜で修理しなければならない。 F1 に車載テレビあるんですか、わら。大谷さんに気を取られたか。いやー、まあ優勝は問題ない。さあ、ベネトンがね、リタイアしてもしつこく来てます。はい、まさかのアメリカ、いよいよ最終戦、ジャパンへ出発だ。今シーズン最後の戦いが今始まろうとしている。残り10分じゃちょっとね、あらら、来週日本最終戦、それからいよいよ8年目ですね。もうディクショナリーコーナー終わったんですよね。終わりましたよね。今週はちょっとアメリカ大陸ラウンド、北米、南米とリタイア、リタイアということで、ちょっとね、今年 3回目のリタイア、4回、5回リタイア、1回しかリタイアない、3回リタイア、2回リタイア、ノーリタイア、あ、ノーリタイアの時あったんですね。2戦連続リタイアは、いや、ここにオーストラリア、ジャパンがありましたね。はい、1年目遅いからか、なんかリタイアないですね。はい、スピードが遅いからか、なんか1年目はリタイアがなし。ブラジル、USA、あ、ここもあれですね、アメリカ大陸連続リタイアですね。ブラジル、USA、まあ大体あれですね、ブラジル、アメリカ、メキシコ、一緒、あのね、続けてやってますからね。はい、というわけで今週は優勝リタイア、リタイア、まあしかしチャンピオンはもうもらってるんで、はい、今週の、ね、ランキング、はい、ラックサードぶっちぎり、
最終戦落としても110ポイントですからね。もう他を寄せ付けない凄まじい走りでした。落ちる。そしてコンストラクターズもぶっちぎり171ポイントというね、はい、ポイント。あ、またじゃ。またライバルになってる。今日頭でライバルになってたんでフレンドリーに直したんですけど、またライバルになってる。フレンドリー、最初でフレンドリー、フレンドリー、なぜかライバルになるね。おかしいね。フレンドリーなのにね、先週優勝譲ってあげたのに、頭にライバルになってましたからね、おかしいですね。はい、まあいいや。はい、ちょっと早いですけど、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン F1 サーカススペシャルは毎週土曜日やってます。来週から、来週は最終戦とラスト8年目。はい、お疲れでした。はい、お疲れでした。はい、お疲れです。はい、お疲れです。あ、セーブしたって。はい、お疲れでした。はい、お昼あとはロードス島でお会いいたしましょう。はい、お疲れでした。おつー。